鹿児島にはないんじゃないかなっていうような、ほうほう、すげえおしゃれなスペースがあるんですよ。こちらがうちが今働かせてもらってる事務所です。カムシャーですよ。もうカムシャーの旅ですからね。ありがとうございます。で、6階です。お、またガラッと雰囲気が変わって、はい、わぁ、ラウンジという会社にラウンジがありますよ。あぁ、結婚式場に来たような感じですね。外にソファーがありますよ。そうですよ。じゃあ入ってもいいですか。あ、どうぞ、はい、ここで寝れますね。クッションもあって、でこういうのもあって、で、こういう感じで、怖いことですね、はい、最高じゃないですか。で、眺めもよく、最高ですね。ちょっと今度泊まっていいですか。いいですよ。ここがラウンジっていう形なので、はい、酒とかも置いてるので、ちゃんと置いていただいてますよ。のメインスポンサー、薩摩島ビールさんを。でもコラボトル好きなんですよね、僕。いいっすよね、はい、しかも18、19、20と揃ってるわけじゃないですか、はい、うわぁ、嬉しい。あとここでお酒も飲めるので、うん、仕事終わって、はい、そのまま上がってきてもらって、あ、じゃあ結構フリーに、まあもういいんです。なんかモチベーションにもなりそうです。そうですね、仕事を頑張る。終わったら飲めるっていうね。そうですね、ほんとに。そこちょっと座っていいですか。あ、どうぞどうぞ。これ本来で座れば、会員の人とか、ここでプロポーズとかね。なんなら。確かにね。できそうっすね。今、各フロアをご紹介していただきながら回ってきましたけど、その各フロアで先ほどお話をさせていただいた方々、そしてご案内いただいた吉峰さんとお話を聞けていけたらなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。まず1個目が、はい、まあ、たくさんこだわりは聞いてきたんですけど、本社のこだわり、一番はやっぱこの眺望じゃないですかね。桜島が目の前にあって、はい、でそれをいかに楽しむかっていうところで、窓全面ガラス張りなんですけど、はいはい、そこにあのブラインダーって実はないんですよ。確かに。そうっていうのも日が入ってこないように、上のちょっと見えますかね、網、はい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 、はい、が日よけの代わりになってるんですね。で太陽のなんか入ってくる角度とかなんとかそういうのを計算した上であの長さになってるので、ブラインダーがなくても日が入ってこないよっていう。だから眩しくないわけなんですね。そうなんですよ。ご紹介させていただいて、思いみたいなのがすごい伝わってきたんで、そうですね、鹿児島から全国へ、鹿児島から世界へみたいな思いが、はい、うんうん、鹿児島っていうものがこうやっぱ中心にあるじゃないですか、うん、そうですね。今年48年なんですよ、創業で。紫丸をスタートにしてるんですけど、ずっと鹿児島に育てていただいたっていう思いはとても強くあって、うちの代表の代になった時に、実はその頃から本社の建て替えっていうのは頭の中にあったらしいです。鹿児島で本社を置いたまま建て替えたっていうのは、鹿児島に根付いて鹿児島と一緒に成長していくぞっていう思いがあるので、はあ、すごいですね、うん、から発信していくぞっていう、もう意気込みがこもってる建物ですから、素晴らしい。鳥肌立ちましたね。そんな中に5階に我々が入っていいんだろうかと思いながら。いや、それもそうですよ。だからこそユナイテッドと西原商会でもっと鹿児島を盛り上げていけたらなっていう思いもあってですよね。ちょっと皆さんにもあのお話を聞いていきたいなと思うと、鹿児島ユナイテッド FC のクラブスポンサーであるわけじゃないですか。社員の皆さんも、ああよかったなって思う部分、一番はやっぱり試合を見に行く環境がすごい整ってるっていう部分ですね。チケットも会社経由でいただいて、それきっかけでもうドハマりしちゃってですね、このシーズンはユニフォームまで買ったんですけど、そこでまた一つ趣味が増えたっていうのがすごい良かったですね。なるほど、はい、この会社名が載ってるっていうのは、あ、ユニフォームですね、はいはい、自分は会社長いので、やっぱ友達とかに会うと名前入ってんじゃんってユナイテッド言われるわけですよ。言われますよ。名前あれ入ってる、入ってるよドヤ顔で、ちょっとドヤ顔で。いや、喜んでもらえてるのがね、ありがたいですね、すごく。じゃもう全部言われたぞ。私はスペシャルマッチの写真とかニュースとかでも見て、社長があのゴールでサッカーボールを蹴ってるっていうのがすごいなんか親近感じゃないですけど、来年のもしあったら絶対に行きたいなって思った。あ、思ったわけですね、はい、
そうなんですよ、あの石原紹介プレゼンツの、ホームゲームがあったわけですよ、うん、柏レイソル戦がですね、多分8割ぐらいの人が絶対負けるだろうって思って見に来られてたと思うんですけど、まあ、そういった中で勝ってしまったんですね、うちは。めっちゃいい試合でしたよね、あれね。いい対戦、結構人が入ってて、入ってましたね。でワンプレーワンプレーでこう声援が飛ぶわけですよ、うん、やっぱこうフォームの強さみたいなものを感じましたね、うん、選手としてやらせてもらってて、僕らもあそこの試合は特に背中を打てたかなっていうのは、ハリ戦、そうなんですよあの試合、そう、西原翔海さんのハリ戦が配られて、柏レイソルのサポーターの応援もすごい大きくて、うん、そういった中であのハリ戦みんなが叩いてくれて、相手の応援の声をかき消しちゃって、うん、だからホーム感はすごい感じましたね。ああ、よかったです、そう言ってもらえると。僕が最初鹿児島に帰ってきた時4人しかいなくて、サポーターが見に来てる人、それが今カテゴリー上がるにつれて、だん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 増えてきて、うん、スポンサーもそうなんですよ、うん、最初はどこも入ってない真っさらなユニフォームで、うんうん、で1年ごとにこう頑張って頑張ってカテゴリー上げるためにこうやってたくさん増えてきて、うん、みんなと成長していけてるなみたいな感じることができたので、僕自身も本当に感謝の思いしかないんですけど、そんな中で去年 J2 に上がって、ああやってテレビで見てたようなチームと試合をしてっていうのはすごい感慨深い中で、石原翔海さんが冠試合した試合でまさかの強豪柏レイソルを破るというね。選手としてどういう気持ちなんですか。もうレイソルとかってまさにもうビッグクラブじゃないですか、はいはい、そことその鹿児島のチームが試合をするって、まあ僕個人としてはワクワク感というか、まあ、強いチームとか例えば代表選手とか、うん、なおさら燃えますよね。でもワクワクできるってすごいですよね、うん、絶対萎縮しますもんね、うん、僕らだったらね、うん、いや、しない顔してますもう女優さんみたいな雰囲気で座ってらっしゃるじゃあ最後に皆さんにメッセージを、今コロナで、まあ、なかなか試合見れない状態が続いてますけど、一緒に我慢して頑張っていきましょう。でまたスタジアムで、試合が見れるようになった時にはユナイテッドの勝った試合を見ながらうまい酒をみんなで飲みましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。はい、ということでお話はここまでにして、僕が持ってきたミニゲーム企画を3つあるんで勝負していこうかなと思います。よろしいですか。はい、はい、いくぞ。あー、買ったら何ですか。買ったら、ユナイテッドのフラッグを差し上げます。ユニフォームがいいどうですか勝つんじゃないですか。僕が着てた公式専用のちょっと古い方のユニフォームをあげます。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。スタートはいただきますよ。好きなタイミングでいただきますって言ったのもスタートなんで、いただきます。あ、やばい、あ、掴めない、なんだこいつ何このシュールな絵てるからね、ちゃんとね調子になりました。掛け声は何しますか。じゃあオスにします。オスでいいですか。オスで何もいい、オスでいいですか。オスで分かりました。じゃあお願いします。オスやってるじゃん、やってるじゃん自分だけ。あ、やばい、針が持ってないこの日のために爪を伸ばしてきたんでね。シュールだよね。あ、見えない。お、通った。ほら、嘘やん、奇跡。なんでそんな通るんですかちょっとイライラしてきてますよ。ちょっとイライラしてきてますよ、ね、やめてくださいよ。人事部だからね、僕飛ばされるかも会社違うけど、はい、できた。おー、通ったということで、はい、通りましたけど、あの勝負は勝負なんで僕の勝ちということで一生、はい、させていただきました。勝負強い方って、あの社内でも有名らしいんで、いきます。
よろしくお願いします。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。おい、怖い。叩いてかぶってじゃんけんぽん。よし、あ、違った。よっしゃー、一発。違った、悔しい、悔しい。すいません、叩いてしまって。いや、いいです、いいです。視聴者プレゼントもらえるのでお楽しみにしてください。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今日は、長時間にわたりご紹介いただいてありがとうございました。ありがとうございました。市原商会さんの、新車箱を、たくさん皆さんにご紹介いただいて、勝手なミニゲームまで一緒にしていただいてありがとうございました。嬉しいかもしれない。これからまた同じ、ビルで、はい、ここから鹿児島を盛り上げていけるように頑張っていこうと思うので、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ということで、自分の事務所に帰ります。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。